それか、チカが急遽実家に帰ってくることになったの。だからあんた今すぐ荷物をまとめて出て行って。え？今週末には戻ってくるらしいの。だからそれまでは出て行ったよね。なんだったら今日出て行っても構わないわ。ちょっと待ってお母さん。妹のチカの部屋なら空いてるでしょ？だから帰省で私がわざわざ出て行く必要なんてないじゃない。帰省じゃなくてずっと実家に戻ってくるのよ。ちかね、大学を辞めることにしたんですって。え？大学を辞める？ってことは中退するってこと？ええ、そうなの。彼氏さんの子供を妊娠したんですって。だから大学を辞めてこっちで産むっていうのよ。妊娠？それって本当なの？ええ、そうよ。出産は来年の春らしいわ。まさかこんなに早くおばあちゃんになるとはね。何浮かれてるのよ。まだ未成年の娘が妊娠して大学中退だよ。親としてここは怒るべきところじゃないの？私がチカを怒るわけないじゃない。大好きなチカがしたことは親として全て受け入れてあげないと。それにお父さんはチカが戻ってくることをすごく喜んでるし。そうだった。あんたたちの近いの出来合いっぷりを忘れていたわ。でも一つだけ残念なことがあってね。向こうの彼氏さんの親は出産に反対しているのよ。学生結婚も認めないし、できれば子供も諦めてほしいって。せっかく近が妊娠したのにひどいことを言うわよね。それが一般的な反応だよ。子供が子供を産むようなものだし、親なら心配するでしょ。でもできたものは仕方ないし、ここは協力していかなきゃ。なのに向こうは医者一族の子孫苦しくて、頭が硬くて困るわ。それでもなんとか出産を認めさせたけど、息子は大学を卒業して立派な医師になるまで入籍はさせないっていうの。ってことは妹は未婚の母になるってこと？これって大丈夫なの？大丈夫大丈夫。結婚なんて所詮紙切れ一枚の関係だもの。だからこれからはチカと彼氏さんの面倒を全部我が家で見るわ。もちろんお腹の子供も一緒にね。でもそうするとどうしても部屋が足りないのよ。だからお姉ちゃんのはるかが出ていてくれたらすごく助かるのよね。それで私を追い出すっていうわけね。いきなり出ていけって言うから何事かと思ったじゃない。もちろん妹の一大事なんだから姉として協力してくれるわよね。悪いけどそんなこと急に言われても困るよ。実家から会社は近いし、私には出ていく理由なんてないのに。なのに急に今週中に出ていけって言われてもね。あんたよりチカの方が今は困っているのよ。家族として妹を何とかしてあげたいと思わないの？もう少し今後のことについて考え直すべきだよ。親として応援してあげたい気持ちはわかるけど、もう少しお母さんたちも冷静になれないよ。私たちは十分冷静よ。何も考えずにチカの妊娠を応援するわけじゃないんだから。どういうこと？だって向こうの彼氏は医者一族の息子なのよ。つまり数年経てばチカは高級鳥の医者の嫁になれるの。今回のことで彼氏さんは私たちの頭は上がらないだろうし、文句も言わずに向こうになってくれるはずよ。つまり向こう狙いってことね。同居してくれる向こうがお医者様。あっはご近所さんから羨ましがられるわね。それに毎月すごい額の生活費を入れてくれるだろうし、そうと分かれば協力するしかないわよね。なんてひどい打算なのかしら。チカの彼氏さんがかわいそうよ。向こうが大事な娘を妊娠させたのよ。それぐらいしてもらって当然でしょ。そういうわけであんたは荷物をまとめて出ていくのよ。私たちは独身娘なんかよりもかわいい妹家族と暮らしたいんだから。ちょっとお姉ちゃん、まだ引っ越しが終わらないの？私そろそろお腹の子供と一緒に実家に戻りたいんだけど。邪魔な独身ババアのくせに実家に居座らないでよ。居座るということは何よ。あの家は私の実家でもあるのよ。お母さんから話は聞いてるよね。悪いけどお姉ちゃんの実家はこれから妹家族の家になるの。お父さんお母さんと私と彼、そして可愛いお腹の子供だね。もう実家には独身ババアの居場所はないんだよ。さっきからその独身ババアって何なのよ。あれに対する言葉じゃないわよ。でも事実じゃん。妹の私はもう結婚するのに、お姉ちゃんは未だに彼氏もいない独身
相手がいるとしても、地区だってまだ独身じゃない。入籍だって数年先のくせに。それは彼の親が学生結婚を認めてくれないからだもん。けど、その代わりに彼が私にこういう首を買ってくれたの。結婚なんてただの紙切れ一枚の関係だし、私と彼の中ではもう結婚してるようなもんだもんね。独身ババアの姉とは違うのよ。まさか妹が大学在学中に妊娠するとは思わなかったわ。本当によくうちの親を許したわね。お母さんたちが許すのは当然でしょ。二人は小さい頃から私のことをずっと溺愛してくれていたもん。今まで私は一度も怒られたことがないし、私のしたいことは何でも反対せずにやらせてくれるし。はいはい、そうですね。かわいいあんたが大好きなお母さんたちは親バカが過ぎるぐらいあんたを甘やかしまくっていたわよね。そんな私と違ってお姉ちゃんには超厳しかったけどね。厳しいどころか何の愛情も取れていなかったわよ。何でもかんでも我が家は地下を優先。服もご飯も何もかも私は地下の残り物だし、熱を出した時に看病してもらった記憶すらないわ。私は超手厚い看病してもらっていたけどね。お願いすれば何でも新品を買ってもらえたし。じゃあ今回も地下のお願いかしら。あんたが私を追い出すようにお母さんたちにお願いしたの？もちろん。彼氏のりょうたくんにも個室を用意してあげたいし、そのためにはお姉ちゃんの部屋が必要なんだもん。だから邪魔なお姉ちゃんを追い出してって頼んでやったもんね。やっぱりね。お願いすれば何でもしてくれる親には感謝だね。あ、でもお姉ちゃんからしたらさすがに悲しいか。ついに実の親から出て行けって言われるんだもん。そうね、いろいろと思うところはあるわね。でももう何もかもがどうでもよくなってきたわ。いつまで経っても両親のあんたへの出来合いは変わらないみたいだし。もしかして両親出て行けって言われて泣いちゃった？私にとっては邪魔者がいなくなってすごく嬉しいんだけど。もう出て行くわよ。二度と帰ってくるな。もう実家にはお姉ちゃんの居場所はないんだからね。アールく、久しぶり。元気にしていたかしら。普通に元気だけど、いきなりどうしたの？あなたにいい話を持ってきたの。アールか、もう実家に帰ってきたらいいわよ。あんたの部屋も掃除して用意しておいたからね。あれ？シカとその彼氏さんはどうしたの？実はね、チカと彼氏のりょうたくん、お別れすることになったのよ。それでも彼は実家から出て行ったの。え？別れたの？医者になったら入籍するって約束だったよね。それが入籍もしないまま別れるっていうのよ。せっかく大学も卒業して、医師免許もゲットして、チカと入籍目前だったのに。一体何があったのよ。何もないわよ。医者は激務な上に今後も勉強し続けないといけないし、やっぱり僕には結婚なんて無理だって言って逃げたのよ。あともう少しって医者の婿が手に入るところだったのに。それは大変そうだね。妹のチカも結婚する気満々だったのに。そうなの。とにかく大変なの。だからね、はるかには今すぐ戻ってきてほしいのよ。これからはチカの子供のことでお金もかかるし、家族みんなで助け合っていかないとね。みんなで助ける前にチカもう働きに出てるの？出るわけないでしょ。母親は子供のお世話が仕事だもの。あの子は母親業で忙しいんだから。でももうあれから6年だよ。子供は随分大きいだろうし、働きに出てもいいんじゃない？でも会社勤めなんて大変は大卒の人ばかりよね。そんな中であの子だけ中退なんてかわいそうじゃない。はあ？そんな厳しい環境で働いてかわいいチカが病んだらどうするのよ。そうだったら私もお父さんもすごく悲しいわ。だからチカは子育てだけに集中できるようにお父さんお母さんとはるかの3人で頑張りましょうね。かわいい妹のためならお姉ちゃんも力になってくれるよね。力になんてならないよ。悪いけど私はもう二度と実家には帰らないから。え？当然だよね。6年前私はあんたたちに急に追い出されたんだもん。
デキャス妹のために姉は出て行けって親から言われて、そんな実家に帰れないわけないじゃない。でも、そしたら我が家の生活はどうなるのよ。お父さんもそろそろ定年退職する頃だし、私は周囲のパートしかしてないのよ。誰がこの家の生活を支えるの？私が知るかよ。え？それじゃねえお母さん、お父さんたちにもよろしく言っておいてよ。最低だよ姉ちゃん、姉のくせに妹を見捨てるっていうの？お母さんから話は聞いたよ。なんで実家に戻ってきて私たちを助けてくれないの？助けたいと思えないからよ。助ける価値もない自分たちを恨みなさい。ふざけんな、早く戻ってきて実家にお金を入れなさいよ。こっちには小さい子供がいるんだからね。お姉ちゃんには最低でも月30万を入れてもらわないと困るんだけど。お金に困ってるならまずは自分自身が働きなさい。そろそろ子供だって小学校に入る頃でしょ。日中は暇になるじゃない。暇じゃない、もう子供が学校に行ってる間も子供のことを考えてるの親の仕事だな。私は母親はすごく忙しいんだから。はぁ、ちゃんと先生の言うことを聞いてるかなとか、お友達と仲良くできてるかなとか、親は心配することがたくさんあるの。そんな状態で仕事なんてできるわけないじゃない。だから独身のお姉ちゃんが私の代わりに生活費を稼ぐんだよ。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。世の母親は心配しながらも子供のために働いてるんだよ。うるさい、どうせ老後は私の可愛い子供に頼ってくるつもりのくせに、そのお礼だと思って生活費を渡してくれてもいいじゃない。そんなつもりはありません。いや、そんなこと言っても絶対に頼ってくるもんね。未だに独身ババアのお姉ちゃんには将来頼る人がいないんだもん。老後の介護に困ったら絶対に私の子供に連絡してくるはずよ。今助けてくれないなら老後なんて誰も助けてあげないよ。ええ、結構よ。私の老後なら大切な夫と子供がいるし大丈夫だから。え、夫と子供？実は私結婚して子供もいるの。まあ、老後の本当は一つに行くつもりだから、夫や子供に迷惑をかけるつもりは一切ないけどね。ちょっと待ってよ。お姉ちゃんって結婚していたの？そんな話一度も聞いたことないんだけど。絶縁した人たちに言う必要ないでしょ？あんたにも親にも誰にも連絡入れていないわ。え、絶縁？あんたもお母さんも厚かましいわよね。私を追い出しておいて平然と連絡できるんだもの。実家を出ていた日に私はもう家族とは縁を切ったつもりでいるわ。もう私には両親も妹もいないものだと思ってるの。いや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 、絶縁ってそんなのやりすぎでしょ。っていうか、結婚相手の旦那さんってどんな人？結婚稼ぎとかいい感じ？それなら実家に戻ってこいとは言わないよ。その代わりに仕送りだけでもしてくれたら嬉しいんだけど。これが偶然にも医者なのよね。最近開業したばっかりでサポートも大変だけど。なにそれ、ずるいんですけど。なんでお姉ちゃんが医者の旦那をゲットしているのよ。私は入籍目前で取り逃がしたのに。ずるいと言われてもね。よし、決めた。実家に戻ってこなくてもいいし、仕送りもいらないわ。けどその代わりに医者の旦那様は私によこしなさいよ。私お姉ちゃんの旦那さんと結婚するわ。あんたね、寝言は寝てから言ってちょうだい。私は本気で言ってるのよ。私も医者の旦那が欲しかったのに、お姉ちゃんが手に入れてるなんてずるいもん。だから医者の旦那さんを私にちょうだい。それが無理なら実家に仕送り30万ね。はぁ、旦那さんがついに開業したんでしょ？ってことはがっぽり儲かってるはずよね。月30万どころか月50万仕送りしてもいいんだよ。で、それを元カレの慰謝料の支払いに回すって魂胆かしら？え？両親にはまだ隠してるようだけど、すでに噂で聞いてるわ。入籍間近の彼と別れた本当の理由は、子供が別の男との子供だったからなんでしょ？ちょっと待って。なんでそれをお姉ちゃんが言ったでしょ？噂で聞いたって。たくらんがバレて別れることになった上に、元彼の涼太くんから慰謝料請求されたそうじゃない。君の嘘のせいで失った6年間を返してもらうってね。噂じゃん？慰謝料3億円って聞いたけど本当なの？そんなに請求されるわけないでしょ！慰謝料は3000万だよ！取
それでも結構な金額ね。早いところお母さんたちに相談した方がいいんじゃない？そんなのできてたらとっくに言ってるよ。でも3000万も肩代わりしてくれなんて言えるわけないじゃん。いくら私のことを大好きな2人でもさすがにその金額は起こるに決まってるし。そんなの言ってみないとわからないじゃない。まあどちらにせよ私のところまで噂が届いてるくらいだからね。両親バレるのは時間の問題よ。そんなでもお望みどおり私は黙っていてあげるわ。ただしその代わり二度と私に連絡をしてこないでちょうだい。私は結婚して夫と子供に囲まれて幸せなの。最低な実家のことなんて思い出したくもないんだから。ちょっとはるか、あなたいつの間に結婚なんてしていたの？しかも結婚相手はお医者様だってことは本当なの？本当だったら何だって言うの？もう私に関わらないでと言ったはずよ。親にそんな冷たいことは言うもんじゃないわ。お願いだから仲直りしましょう。私もお父さんも今までのことは反省しているの。いつも近ばかり構っていて申し訳なかったわ。綺麗な手のひら返しね。今まで私のことなんて脅威もなかったくせに。金づりになりそうだと気づいた途端に謝ってくるなんて。そんな意地悪言わないで。旦那さんだって鶴の実家のことは気になっているんじゃないかしら。どうごまかしたのか知らないけど全部あなたの設定に合わせてあげるわ。夫には全てを打ち明けてあるの。それでも理解してくれて私と結婚してくれたのよ。でもあなたの子供だって祖父母に会いたいはずでしょ。地下の子供とはいとこ同士だし、ここはお互いに大人になって昔のことは水に流しましょう。今度家族みんなで食事会でもやりましょうよ。他人のあなたたちと食事会をする意味がわかりませんね。そんな他人ってお願いはるかなら昔のことはきっちり謝るわ。だから私たちのしたことを全て許してくれないかしら。医者の婿に逃げられたからって私の大事な夫を当てにしないでちょうだい。それに子供にも母方の祖父母はいないって伝えてあるの。あなた方に会わなくても何の支障もありません。嘘でしょ。そっちは勝手に水に流しても私は一生許すつもりはありません。ではこれで失礼します。その後すぐに私は夫に事情を話し、連絡先もスマホごとすべて変えておきました。結婚した時から周りには実家に絶対に言わないでくれと伝えてあったので、今も両親や妹のチカは私がどこで何をしているかわからないそうです。そして妹のチカは本当の離婚理由がついに両親にもバレたようで。3000万の慰謝料なんて無理よ。可愛い孫の面倒は見るけど、あとは出て行ってと子供を置いて一人追い出されてしまったんだとか。その後は生活費として月数万程度を実家に送ることで子供との面会はできているようですが、元カレの慰謝料の支払いのめどがつくまでは実家には一歩も入ることができないそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。